どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。今日はご質問にどんな仕事場なのかとか、どういう環境でお仕事しているかっていうのをご質問いただいたので、今日は仕事場をちょっとご紹介したいなと思います。椅子なんですけど、椅子ちょっとまあ座り仕事なんでちょっとはいいやつがいいと言ったので、なんだっけなこれ、有名な割といいやつです。なんだっけ、マジで忘れした。ハーマンミラーの、セールチェアってやつでした。長時間座っても大丈夫な感じの椅子に一応座ってます。で、ここで仕事してます。僕漫画原作と自分で漫画の作画もやるんですけど、両方やるんですけど、なんかどっちでも最初文章で話を考えるテキストネームっていうやつ、文章のネームっていうのをこのパソコンでテキストで打っていきます。これでまあセリフとか簡単な流れ覚えでガーって書いて、話を作っていくって感じです。まあ、それを見ながら、これでネームなり作画なりをしていく感じで、使ってるのはこのメディバンって呼ばれてるやつ、まあ、いつもこれでこんな感じで、作画してます。基本的にずっと何かしらのコーヒーを飲んでます。で、今日はまあたまたまこれなんですけど、今ね、そのちょっとコロナで外出があんまりできないので、普通の時は近くの喫茶店のコーヒーを買っていきたいとかして、コーヒー飲みながら基本的に仕事をしてます。で、音楽は僕話を考える時はめちゃくちゃ音楽聴く、でむしろ音楽聴かないと仕事にならないぐらい音楽聴いて、散歩しながら話を考えるタイプなんですけど、で、外でこの音楽聴きながらセリフとかストーリーの流れを思いついたらスマホでこうメモして、で、多分1日1時間以上は多分散歩すると思うんですけど、それで散歩して帰ってきて、で書いた文章をこっちで確認して最終チェックしてこっちで仕上げるっていう感じでやってます。なので結構今ね、外歩きづらい状況なので、ちょっとその辺は苦労はちょっとしてます。ドンはそんなめちゃくちゃこだわりあるわけじゃないですけど、このビーツっていうApple Store でも取り扱ってるやつを使ってます。でも何個目だろう、すげえなくすんでたくさん買ったんです。もう多分6代目ぐらいなんですけど、スペア常に用意してるんですけど、これとかもそれなのに、スペアあるのにこんな感じに毎日使ってるんでなっちゃってます。こちらは本棚にはもう左引きのエレンオタクみたいな状態なんですけど、あんまり知られてないと思うんですけど、漫画家ってその自分の作品出版社から大量に送ってもらえるんで、それで結構どんぐらいだろうな、1巻の時はそもそも多かった気がするんですけど、基本的に多分10冊ぐらいかな、多分10冊ずつぐらい本出ると送ってもらうって感じで、1巻の時はもう初めてのね、この初めてのジャンプコミックスだったんで、めちゃ嬉しくて嬉しいし、一巻の時はまだ全然知名度もなかったんで、本屋で見かけるたびにもう本当にありがとうございますって、本屋さんにありがとうございますって言って一冊買うっていうのを習慣にしてたら結構溜まっちゃった感じです。一冊一冊思い出があるんで、こうやって並べてます。うちの娘はこれが好きみたいですね。左引きのエレン以外にもこういうね、うちの娘一押しの愛と愛沢とか、これはSF かな、ジャンルとしては、一番最初に出したのはこれ SNS ポリスの SNS 入門っていう、こういう最初の
こんな感じの絵でデビューとか言っちゃってる状態でびっくりですよね。こんな、あ、しかも古本だわ、これ。これですね。おしゃいげソムリエおしゃこ、はい、おしゃこ描いてるくせにインテリアのセンスがないと奥さんに言われたばかりなんですけど、一応こんなのも描いてます。地味にこの SNS ポリスとかメディア化してあのアニメにもなってるんですけど、この DVD あの聞くほど売れてないらしいんで、よかったら買ってください。基本的に自分の漫画しかない理由は、まあ、自分の作品が好きっていう、まあ、アホみたいな理由ももちろんあるんですけど、他の漫画が目につくとこにあるとちょっとあのぐぬぬと思ったり、結構なんか変に影響受けちゃったりとか、あの、まあ、やきもち焼いちゃったりするんで、なるべく目につかないようにしてます。まあ、あの仲のいい作家さんとかの作品はもちろんそれとは別で置いてるんですけど、とね、まあ、あの一番尊敬してる浦沢直樹先生のとか、まあ、あとたまたまあの今青足があります。青足はあのこの青足の編集者さんと今仲良くさせていただいてるので、読んでます。あとこれはなんと僕が出演した映画の小説版です。初映画出演。あとこれ実はこれあの発売前にあの試し刷りですね、あの試しにいろんな色を試すことがあって、これねなんかめちゃくちゃかっこよかったんだけど、まあ、ちょっとあの最終的にいろんな判断でこっちの黒にしました。でもすげえかっこいいからちょっと記念に撮ってあります。これ本当は見せちゃいけないのかな。これは、横浜でやった左引きのエレン10の展覧会の限定プレゼントの裏一巻のカバーです。これいいんだよな、この絵。あの左引きのエレンがドラマ化した時のこういうあの脚本ですね。ちょっと中身は見せれないんですけど、こういう感じで、まあ、最初準備稿っていう感じで届いて、でこれがあの決定稿ってやつで内容決まった時の最終的な、だからあの演者さんとかにも渡る本当の脚本です。もちろんですけど僕にもチェックさせていただけるので、こういうのを送っていただいたり、あこれはあれですね、主題歌のグッドオンザディールの、この辺の雑誌って書いてあるやつは、ほとんど掲載誌ってやつで、なんかこういう仕事してるとあの寄稿っつって、あの記事を寄せる機構っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとしたイラスト描いたりとか、あのなんか特集組んでみたらいたりとかで、漫画を寄稿した時に、雑誌に掲載することが結構あるので、それを、ストックしてるのがこの辺です。まあ、一応大事にしまってあります。いただいたファンレターとかはあの当然大事に見えるところに載ってます。でこれもあのなんかこういうのも普通に、まあ、おもちゃっちゃおもちゃなんだけど、一応デッサン人形代わりっていうか、ポーズをこう決めるときに、まあ、まあね、あんま参考にならないですけど、このおじさんなんで、あのブレイキングバットのやつなんで、あんま参考にならないけど、一応まあ、あこういう感じねって見るときに、一応手元に置いてます。こっちは、ハーレークイーン。ハーレークイーン。こいつはただのおもちゃ。あとはこれまだ開けてないあれ AK5 の T シャツたち、なんかここぞという時に来ます。これね、あのこの iPad 以前の原稿、これやばいよ。あのボールペン時代です。ボールペンとコピー用紙時代、これすごい。だからよくこれで連載してたって感じなんだけど、すごい、だからこれ、あ、だから ほとんど基本あの下書きしてないんですよね、ボールペンで。あの漫画の紙じゃないから消しゴムとか書けたらぐちゃぐちゃになっちゃうから、全部一発書きでボールペンで書いたっていう、本当に一発書きのなんか変な情念が込められてるような感じかもしれない。あれこれあれだ、
全然関係ない、あの会社の同期向けに書いたやつ。本当にこの辺はね、ちょっと見出すと僕もキリがないからあんまり見ないように気にしないけど、こういうこれはなんか珍しくほんの数年前、4、5年前の仕事なんだけど、今見るともうなんか子供の頃描いた漫画が実家で発見されたような気持ちになるんですけど、一応こんな感じで撮ってはあります。なんかね、こういうのも撮っといたら後々見直すと面白いかなと思って、一応大事に撮ってます。そんな感じで、またひらりきねれとか漫画の話を、このチャンネルでお伝えしていくので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた。